Rory! Yes! Yes! 頑張りますボックフォルテ。いやみんな、僕はね今ヤマハの大阪のビルの今2階に来てるんだけど、まさかの2階にいろんなピアノがあったんだよ。ってことで紹介していきたいなと思いまっちょ。皆さんこっちに来てください。こちらなんと僕の身長ぐらいあるサックスですよ。もうこんなにでかかったらもうね持ち運ぶのが大変って言ってね、多分飛行機とか乗るんだったらもう1個席取らんといけんのんじゃないかっていうぐらいの大きさですね。まあ、僕は一生サックス吹くことないのでさっさと行きましょうか。オシャンティのリコーダーがあるじゃないですか。僕もリコーダーが大好きで、授業中とかね友達とこうやって加えて笑った方が音が出るので絶対に笑ってはいけないとかでよく使ってましたよ、授業中。小学校の頃ですよ。教育学部の先生がこんなこと言っていいのでしょうか。まあ YouTube なのでいいでしょうということで、こちら見てください。一人だけ、希少種のサックスがいますね。ものすごくおしゃれな色をしております。黒光りしてますね。マッチョですかねこれ。日焼けサロン入ったんですかって言いたいですよね。日焼けサロン入ったんですかって。はい、というわけで次行きましょう。僕が一番興味を持ったピアノはこちら。これ見てくれ、ちっちゃなグランドピアノみたいな感じでね、この言葉赤色と黄色の文字、新製品にこれもう釣られちゃいましたよね。というわけで弾いてもいいって言われたのでね、ちょっとだけ弾きたいなと思いまっちょ。こら、うわすげえ、タッチがまんまですわ。ということでまんまって言ったらグランドピアノみたいな感じでね、グランドピアノの半分の大きさでもうグランドピアノみたいな感じでもうすごいですね。もう何これは電子音なんだけど、タッチはモノホンってやつで結構リアルになってるので全然ね使えるかなと思うけど、お値段わー160万円、よいしょ素晴らしいいい価格かなと思います。いいですね。世界が認める2つのグランドピアノをこの1台に。これもう2台が重なってるってことで、もう普通にね2台買うよりも1台で収まるってことでお得ですね。てなわけでちょっとね、他もまた紹介していきたいなと思いまっちゃ。皆さん見てください。こちらたくさんのもうアップライトピアノがございまっちょ。ほらほらほら、さまざま、色も形も用途も違う。そう、ピアノはやっぱね、その場に合わせて弾くものなので、まあ、好きないろんなねものがあるかなと思います。このオシャンティーなシックなカラーにこういうピアノはやっぱりね、こういう言葉が似合うんじゃないかなと思います。僕ピアノ持ってるんだよみたいな感じのことを言いたい時はこういうオシャンティーなピアノが多分絶対合ってますよ。最近ピアノ始めたんだっていう方は絶対こっちの色のピアノが絶対合ってるかなと思います。もうこれはもう色とフィーリングで勝手に言ってるのでお許しください。最後に見てください。こちらアビテックスです。もうこれ防音室、もし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 一つも喋ってる声が聞こえなくなるその防音室でございまっちょ。もう僕の家も入れてるんですけどもね、もう全く音が聞こえなくなるので素晴らしい防音ですよ。あ、これ喋ってましたよっていう感じのぐらい本当に防音が効くので素晴らしいです。苦情が来なくなります。絶対必要です。My name is Forte. So master piano YouTuber. Okay. I should take it off. Yes, please. Thank you. Pleasure to meet you. Yeah. Forte. F-O-R-T-E. Yes. Loud. Yes. Thank you. Yeah. Thank you for playing. Ah, it's okay. No problem. Sounds good. 見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョ、マスボーイ、マッチョが大好きです。